味しい。食べるぞ。もういいよね。ちょっと待って、そのお肉ちゃんと焼けてる？大丈夫だよ、生焼けだって平気だよ。ダメダメ、お肉にはカンピロバクターっていう食中毒を起こす細菌がついていて、お肉を生焼けで食べるとお腹を壊すことがあるの。カンピロバクター食中毒は横浜市内でも増えてきているのよ。カンピロバクター？何それ？カンピロバクターは普段牛や豚、鳥などのお腹の中にいるんだけど、私たちのお腹の中に入ると腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの食中毒を起こすことがあるのよ。横浜市の検査では売られている鶏肉の 50% 以上にカンピロバクターがついていることが分かっているんだって。お肉の新鮮さとは関係なく注意が必要なのよ。どうすれば安心して食べることができるの？カンピロバクターはちゃんと加熱すれば殺菌できるから、よく焼くことが大切なの。お店で食べる料理だって同じこと、ちゃんと焼けてるかどうか見ないとね。そうか、お店でもよく焼いてくださいって言っていいんだね。もう一つ、生のお肉を切った包丁やまな板にカンピロバクターがくっついていることがあるから、お肉を切った後はしっかり洗浄してから塩素系消毒剤や熱湯などで消毒することが大切なのよ。ああ、お父さんにもカンピロバクターのこと教えてあげなくっちゃ。お父さんいつも肉は半生ぐらいが美味しいって言ってるもんね。そうね、みんなで注意すれば食中毒もなくなるね。生やよく焼けていないお肉は家でもお店でも食べない。お肉を調理するときは中までしっかり火を通す。お肉を切った包丁やまな板はすぐに洗浄し消毒する。遠慮せずに行ってみよう。そのお肉ちゃんと焼けてる？